トゥエル・チェルシーのアスピリクエーターの役割を富安にもできると思いますか。3バックだけどたまに上がったり運んだり打ち取った走り分けたり、アスピリクエーターは背がセンターバックの中で小さいのでターゲットにされるというところでも富安はいいんじゃないかと思います。もちろん移籍の現実は置いておいてなると思います。ただ富安もイタリアでフィジカルバトルするときに結構吹っ飛ばされるとかあるんですよ。なんでその空中戦のところが気になってるってなると、あの、なんていうんですかね、こう露骨な上積みみたいになれない可能性ありますね。富安、ボローニャの悪いところ言ってたの。え、そうなの？富安そんなこと言うのかな。へぇー。アタランタお金使うんだ。アタランタね、ミランだったりとか結構ビッグクラブに移籍させてくれるから悪くなさそうですよね。型にはめられたって言ってた。アタランタ本気そうだね。へぇー。あ、でも移籍20億しかかかんないの、富安。え、こんな安いの？前もっと高くなかったっけ？ああ、ボローニャはアタランタからレンタル移籍中のガンビア代表ムザバローの買い取り義務があるため今回に加入。で、そこで20億かかるから、アタランタはその移籍金じゃいらないから富安くれみたいな。富安プラスみたいな。あ、そういうことね。はいはいはい。あ、それならあるね。あ、あったあった、ここに。富安は日本代表でのメディア対応で今シーズン振り返り、いいシーズンではなかったと明言。その理由として制約が多すぎる監督の戦い方に対して、窮屈さはどこでプレイしていても実際あった。僕の考えていることと違うこと、違う戦術で型にはめられた感覚がずっとあった。あ、これも移籍すると思って、あ、富安こんなん言うんだね。移籍決まってから言えばいいんだけどね。移籍決まってから言うのもどうかと思いますけどね。ナット・フィリップス残留決定したんですけど、レオさん的にファンダイクの相方は、コナテ・ゴメス・ナットの誰が適任ですか？あ、コナテが慣れたらコナテかな。スピード面でね、ナットはちょっと不安だけど、ゴメスに関しては判断のところでね、あと裏ケアがね、センターバックで一番やらなきゃいけない、このね、準備しとく守備っていうのが苦手ですからね。そう。なんかね、ナットは、なんか自分に足りないものをいろいろ把握して成長していきそう感もあるから、なんか伸び率はすごいナットに感じるんですよね、吸収力。最初の頃と比べて、ビルドアップとかも、よくそこつけれてたみたいな縦パスもあるし。Thank you.